外には遥か昔から眠っている宝があるみたいなんだ。一緒に探しに行こう。この辺りには多くの魔獣がいるようだ。注意して進め。今月の分は玄関に置いておく。毎日決まった時間に飲むんだよ。聞いたの？あの白銀の懐中時計を手放したって。あれはあなたの人生を取り戻すための唯一の手がかりなんでしょ。お願いだから私のためにそんなことをしないで。ローラ、私が初めて島に来た時のことを覚えているかい？あの時ひどい流行り病を患っていた私を追い払おうとせず必死に看病してくれたのが君だった。今度は私が君を助ける番だ。素晴らしい。まさかこんなにも早く材料を集めてしまうとは。興味があるようでしたらぜひバスラム商会に加わっていただきたいものです。先にエメラス剣を探さなくてはいけないので、問題が片付いたらいつかきっと一緒にエレシア大陸へ行きましょう。そうですね。それと約束の情報です。あなたたちが探しているというエメラス剣、その一本はグラナバリスにありますよ。どうかお願いします。何事ですか？ブランチ様、私もどうかグラナバリスに行かせてください。グラナバリス開発の件ですか。まずは紹介のジムで参加登録を行う必要があるのですが、あなたの場合年齢が。先ほどジムの方にも言われました。
16歳は応募資格を満たしていないからダメだって。紹介が行う全ての物事には規則があります。条件を満たしていないのならお引き取りください。ブランチ様、お願いいたします。ブランチさん、リリアはまだ若いですが、酒場で働いていた経験もあります。料理も洗濯もしっかりとこなせます。彼女に参加する機会を与えてあげられないですか？もしこの島に生息する S 級ピッカードを捕まえることができれば、彼女を紹介の一員として迎え入れましょう。できなかった場合は代わりにあなたたち二人に紹介に加わっていただく。この条件でいかがでしょうか？それに失敗すればアドルさんたちの冒険を邪魔してしまうことに。どうですか、この挑戦受けますか？今もらった天熱風剣白空山、捕まえてしまうとは。では約束通りバスラム商会に彼女を迎え入れましょう。お二人に問題がないようでしたら、リディアも加えて明日一緒にグラナバリスへ向かうことにします。はい、それで問題ありません。ほらほら、リリア、こんなところで泣かないで。だって、嬉しくって。昨日、お母さんが仕事中に体を痛めてしまって、しばらく家で休むことになったの。だから、今は私しかお金を稼ぐことができなくて。でもこうしてバスラム商会に入れたわ。一生懸命働いてお金を稼いでお母さんを助けてあげることができる。二人とも本当にありがとう。すぐ家に帰ってお母さんに報告しなくちゃ。よし、僕たちも宿で休んで明日出発しよう。こうしてアドルたちはリモージュの宿酒場で一晩。アドルさん、これ朝ごはんよ。早起きして作ってみたんだけどどうかしら。うわぁ、美味しそう。リリアって料理が上手なんだね。昨日のカミオの花、実はもう一本摘んでおいたんだ。お礼できるものはこれぐらいしかないけど、僕たちからの気持ちとして受け取ってくれ。
素敵なお花、ありがとうございます。大切にしますね。